皆さんおはようございます投資の隠れ家へようこそいらっしゃいましたこのチャンネルでは毎朝注目すべき業界のトピックスについて取り上げていきます今が投資のチャンスです AI とともにこの投資のチャンスをしっかりものにしましょう今回取り上げるのは AI が注目する金の関連銘柄に関する情報ですそれでは耳をカップじってしっかりと聞いていってくださいさてさて最近は 米国を発端とした金融システム不安が後退する中ではあるがやはり金融不安はなおくすぶり続けるとの声が多いまた米国を中心にインフレと景気後退が並走するスタグフレーションへの警戒感も根強いそんな中注目を集めているのが金の動向である金は史上最高値水準にあるが長期上昇局面は続くとの見方は少なくない 最近はご存知の通り金相場の堅調展開が続いているニューヨーク金先物価格は20日に一時節目となる1トロイオンス2000ドル台を突破2020年8月につけた最高値2089.2ドルが目前に迫った27日時点では1950ドル台の水準にあるが依然として底堅い値動きとなっている金価格が上昇基調を強める発端となったのは 今月10日に米国地銀のシリコンバレーバンク SVP が経営破綻し金融システム不安が世界に広がったことだ。この金融不安を背景に安全資産と呼ばれる金はリスク資産からの投資資金の受け皿となった。欧州でクレディ・スイスグループが経営危機に陥ったことなども金価格の上昇要因に働いた。その SVP を米国地銀のファースト・シチズンズ・バンク・シェアーズが買収することが26日に発表された。これを受けて、 金融不安の沈静化に向けた期待が浮上する中安全資産である金は利害優勢となり27日の金相場は下落したただ先週末にはドイツ銀行の株価が急落するなど混乱は続いており市場関係者からは依然として金融不安は残るとの声は少なくないそのため金価格は当面高止まりで最高値更新を狙う展開も見込まれているしかしその先にもし金融不安がほぼ一巡したとすれば 金価格は3月初旬時点の1800ドル前後の水準に戻ることも考えられる金融不安で上昇した分が帳消しになるというのだただしそれでも長期的視点からは金価格は上昇基調を維持するとの見方も出ている金価格が上昇しているのは金融不安を含む複合リスク要因が絡み合っているからであるまず金はドルの代替資産として位置づけられており ドルが下落すると金は上昇するといった逆走感の関係が強い今後米国の長期金利がキークアウトするならドル安となりその一方で金が浮上することが予想されるまた景気拡大が見込める緩やかな金利上昇でドルも上昇する場合は金価格にはマイナス要因に働くが急激なインフレで通貨価値が低下した場合は金には買い材料となる特に今市場で関心を集めているのは今後 インフレと景気後退が並存するスタブフレーションに突入するとしたらその際のリスクヘッジをどうするかであるスタブフレーションにも種類があり原油価格上昇などが要因ならば金に加え原油などエネルギー資産を購入することがリスクヘッジとなるしかし話題となっている賃金上昇などが主要因でエネルギー価格もさほど上昇しないような場合は買える資産は金ぐらいしかないとみられているつまり スタグフレーション時に20年以降に金の急激な上昇要因となったのは新型コロナウイルス感染拡大やウクライナ危機といったパンデミックによる突発的なショックや地政学リスクだ緊急事態が発生した際のリスクヘッジ資産としての金に対する需要は強い加えて米国と国の分断が進む中 中国やロシアの中央銀行が金保有を増やしている何よりも日本米国欧州を中心とする世界の中央銀行が金融緩和を進めたことによる過剰流動性を背景に金価格は高止まりしやすい構造が背景にはあるこのため金価格はあいつ最高値を更新してもおかしくない状況にある金融システム不安の見方には強弱感が対立しながらも長期的な上昇基調は続くと見られている このように金の関連銘柄には注目が集まることは間違いなくどう考えても今後は金の関連銘柄に関心が高まりそうださてさて長くなりましたがいかがでしたか日経平均株価は全体指数でいうと長期 AI による株の買い時シグナルはすでに出ていますのでここからしっかり投資をしていくのも選択肢の一つです このチャンネルの投資状況も今後お伝えしていきますのでぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたしますそれでは今日も一日頑張ってくださいねいいかお前ら株式投資は完全に自己責任だぞ自分で考え自分で決めろよ絶対人のせいにすんなよじゃあ明日も絶対見てくれよな